私、もう嫌だ。こんな世界。ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデンの監督の牧原です。最初この作品が始まったのは前作作っているところですね。前作が死者の帝国っていう作品なんですけれど、その作品を作っている間にウィットの和田社長と次また新しい企画やりたいねと、一番最初からヴァンパイアで行こうと思って、多分そのどっかに2015年に書いたイメージボードみたいなものが、自分で書いたものがあるんですけど、もうその2015年の時点でモモもいたしフィーネもいたっていう状況ですね。ただなんか舞台が多分その時はなんかインドネシアかどっかの南国をモチーフに作ろうと思っていて、なんか全然今と違うんですよね。だから舞台設定は全然違って、ただ描こうとしてた物語はおそらく大体似たようなものを作ろうとしてたんじゃないかなって自分で今思い出してますね。ロードムービーっぽくしたいって思ったのは多分それは途中からだったかもしれない。最初はだからまあ何でしょうね、描く物語に合わせて多分何でしょうね、ジャンルって変えた方がいいかなって思っていて、なので最初は、学園ものとかもいいかもしれないみたいな。なんかそんなことも思っていて、でだんだん、なんか描きたい物語に合ってるそういうジャンルってこっちなんじゃないかなっていうことで、なんかロードムービーっぽく、まあ2人が逃げていく話っていう風になっていったって感じですね。ロケハンは行きましたね。カレリア共和国っていう、ロシアにある、モスクワから北に行ったところがあるんですけど、そこら辺とか行って、そこはなんかなんだっけ、キジ島っていう島があって、そこはものすごいなんか世界遺産だと思うんですけど、すごい綺麗な木造の教会がある場所なんですけど、なんかそこに行く道中がめちゃめちゃ大変なんですよ。そこはあえて冬行って、冬でなんかすごい大きな湖があって、そこをなんかスノーモービルでずっと行くみたいな、本当に7時間8時間ずっとスノーモービルで行くみたいな、そういうロケハンをしまして、一人で7時間なんか一人でスノーモービル乗るみたいな。で天候もすごい変わりやすいので、突然吹雪になったりとか突然晴れたりとかして、本当もうずっと何でしょうね、これは何をしてんだろうなって自問自答しながら、そのスノーモービルで湖を横切っていくっていうのは、なんか本当に何でしょうね、この世じゃない場所への旅みたいな感じがして、なんかすごく、作品のことを考えさせられましたね。大きく言ってしまえば何でしょうね、大きな心の穴が開いてる者同士がその穴を埋めながら逃げるみたいな、そんな物語を作ろうと思ってましたね。多分母親が出てくることも、モモが抑圧されてることも一番最初から決まっていて、大きな物語としてなんか変えられるものと変えられないものみたいなイメージで物語を考えていて、家族関係って変えられないところの大きい部分じゃないですか。んでモモにとってそれがなんかね、運命としてこういう母親のもとで育って、それって本当にその場所で生き続けることが幸せなのみたいなものっていうのをなんか書きたかったっていうところですね。ごめんなさい。何が不満で私に逆らう。ごめんなさい。十分な食事を与え、きちんとした仕事も与えた。それなのにお前は何が不満だ。一方でなんかアニメ業界とかそういう仕事のことを考えると、なんかなんでしょうね、自分たちが入ってきた時って、今はどうか分かんないですけど、そんな仕事やめとけみたいな、そんな仕事で食っていけるわけないみたいなことを言われる場所だったんですよね。で、なんでしょうね、それなりにキャリアを重ねてきて、なんとか食っていけてるわけですけど、とは言いつつそういうなんかその時言われた言葉が引っかかっていて、いやそんな場所で生きていけるわけないだろみたいな、
やめとけみたいな、それがお前のためだっていう言葉って今でもすごい引っかかっていて、そんなわけないみたいな、この場所はいい場所だみたいな、ここをいい場所だと自分たちで思って作ってきたんだっていう、そういうことを言いたいみたいな気分もあって、なんかそういう気持ちも桃たちのなんか行動で肯定したかったんですよね。自分がやっぱもともとアニメーターだったこともあって、なんでしょうね、西尾さんってもうレジェンドとして、ね、尊敬してる人だったんですけど、でやっぱり自分もアニメーターだった時にやっぱキャラクターは動いてなんぼというか、動いて感情表現することがアニメの本質だよねって思っていて、で西尾さんはやっぱりそういうことがすごくお上手な方だったので、やっぱりこの作品を作る時にセリフは、ね、なるだけ省いていきたいみたいなことを考えていた時に、やっぱりセリフを省いて感情を豊かに、まあ、それをお客さんに伝えるっていうのはものすごく高度なアニメーションの技術が必要だったので、もうだからそれを頼めるのは西尾さんしかいないって、西尾さんがやってた広角機動隊のセカンドギグとかで、多分なんか最終話あたりで西尾さんが作画監督やって自分が原画やったみたいのが多分一番最初に直接ご一緒した仕事ですね。西尾さんが描いた絵とかを見て、ああ西尾さんの絵だみたいな、すごいみたいなことで、なんか幸せな、なんか思いで作業をしたっていう思い出があるんですけど、セリフをなんか極力削りたいっていうことを考えた時に、アニメーションの部分で感情表現をするっていうことも重要なんですけど、やっぱ同じぐらい音楽で感情表現してもらいたいっていうふうに考えていて、なのでやっぱり各話各話ごとに、まあ音楽っていうのはやっぱりその感情表現として、まあ、もうセリフの代わりにあるものとして池さんにも説明し、それでスコアを書いてもらったみたいな感じですね。だからまあ自分なんかもその1話の、モモとミラナがなんかなんでしょうね、川辺なんかあのソリで歩いてるところとかがすごい好きなシーンなんですけど、やっぱあれはシーンとなんか音楽がすごい合っていて、だから音楽が表現してくれてることがたくさんあると思っていて、だからあれこそやっぱすごい狙っていたところで、それをすごくなんか池さんが組んでくれていいスコアを書いてくれたっていうふうに思ってますね。昨日は大変だったんでしょ。うん、 B 地区で敵の石膏と光線があって4人が亡くなった。そっか。今回あの前作よりもちょっとやり方を変えて、なんか前作はなんか何でも自分でやるぜみたいな感じで、コンテを書いたらレイアウトも書いて原画も書いてみたいなやり方をして、まあ、演出家への指示もなんかもう逐一丁寧にやってるようなところがあったんですけど、まあ、そのやり方を今回は変えて、演出家の方へのオーダーも丸ごと世界観を説明し、まあ、フィーネとモモのあり方を飲み込んでもらって、その後のなんかもう飲み込んでもらったらもう25分はあなたのものですっていうことでやるようにしていて、なので何でしょうね、手を出さないようにするのが苦労したみたいなところでもあり、でもそこもやっぱすごい面白いっていうか楽しみな部分だったんですよね。あ、こういう風になって上がってきたかみたいなものを見るのもすごい楽しみで、やっぱりだからすごい人にお任せするっていうやり方はいいなって思いながら今回やってましたね。基本はなんか楽しいアクションアニメとしてまずは見ていただければ、なんか自分たち作ったものとしては嬉しいなと思っております。それでね、なんかもしなんかその後で心に引っかかるものがあれば、まあいろいろ考えていただいてですね、こっちにもフィードバックをいただけると嬉しいです。ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン、現在配信中です。どうぞ皆さん楽しんでください。どうぞよろしくお願いします。Thank you.